間違っちゃってるということで、今朝起きて化粧したんですけど、今日は水天宮というところに行って安産祈願に行ってもらいます。なんか妊娠5ヶ月安定期に入った、その5ヶ月の中の犬の日っていう日があるんですよ。その日に安産祈願に行くといいっていうのはね、なんかあるみたいなんですよ。そういう、なんで犬なの？犬っていうのは一人の母体からたくさんのワンちゃんが生まれてくるでしょ、犬って。だから安産。アヒルとかも、アヒルも猫もタヌキもきっとそうだけどね。で、6月、今6月なんですけど、6月は18日かな、18日と21日が犬の日って。18なかったけど、ちょっと調べます。せっかくだろうね、犬の日に行きたいっていうことで今日行ってきます。で、大安吉日とか六曜っていうんですか、っていうのがあるんですけど、それって何時から何時までが今日で、何時から何時までが吉とかいうのがあるんですよ。で、前回が赤光っていう日だったんですよ。赤に口って書いて赤光。その日がお昼だけ吉、他は全部今日って日だったんですね。お昼に行かないとアウトなんですよ。まあ、気にしなくてもいいと思うんですけど、どうせ行くなら今日じゃない日がいいじゃないですか、時間がいいじゃないですか、っていうのでやめました。今日は友引きっていう日なんですよ。友引きは逆に昼だけ今日で、あとは全部吉なんですよ。だから昼以外に行きたいですね。なので朝のうちに行っちゃおうかなと思ってます今日。まあもちろんね、奥さんの体調によって安定期来たけど、やっぱ体調がすごい悪い人も世の中にいるし、つわりがまだ続いてる人もいるから、絶対にこの日に行かないとダメですよっていうルールはないんですけど、私たちは一応犬の日っていうのね、みんながこの日にやっぱり行きたいっていう人が多いと思うので、混雑状況とかもちょっと気になってたんですよ。犬の日っていうのが混むらしいので、暗いと逆に嫌やな。いやね、いないっていう、そのやっぱ誰もおらへんけど合ってる、そうタイミングがね、あの受精したタイミング一緒の人たちが今日もしいたら同じタイミングだからそういうことやね。あ、一緒のタイミングのセックスやめろ、セックスしてたね。そういうことなんだ。で、水天宮っていうのがやっぱ東京で一番有名なとこらしくて、 YouTuber で有名な人だったカジサックさんとかが言ってるんですよ。でカジサックさんの YouTube 私見たんですけど、めっちゃガラガラでついてて、多分犬の日に行かれてないんですよね。そりゃそうですよね、犬の日にカジサックさんがいたらもうわーってなっちゃうもんね。 YouTube どころじゃない。一番人気なのが犬の日で、次が大安の日、大安吉日っていうじゃないですか。全の、ま、あの時間でも全ての時間でも吉だから今日に行かれる人が多いね。大安吉日ってそういう意味なの？うん、一日中吉ですよって意味なの？うん。一日の中で吉とか今日とかあの知らなかったよ。うん、ユリも知らなかった。吉の日は吉だと思ってる。うん、六曜っていうらしい。へえ。でも今日の日もあるの？うん、仏滅なんかそんな感じの名前。仏滅？うん、聞くよ。でも多分仏が滅するって書くんだろうなと思って。正解だよね。正解じゃない、それはそれしかないんだけど。仏いない日なんだと思って、仏いないから今日なんだ。正解。だって駅はそんな混んでないね。駅は混んでなかった。なんかもっとお祭りみたいに人やばいかなと思ったけど、ああどうなんだろう。でもなんか人がかりがちょっとできてる。一言目にはただ、もしかしたらさ、入れないかも。え、あの犬の日って言うんですけど今日も、うん、犬の日は男の人は入れないかも。じゃあもう入れないじゃん。さんだけなんかみたいなこと書いてあったけど、終わるじゃん。そこがめっちゃ重い。じゃあおてて、さすが犬の日。おてて、おててこっちは普通に行けそうだね。うん、それは二人で今からお参り安産祈願したいと思います。どうやるんだっけ？2礼、2拍手、1礼。なるほどね。調べてきた。でもそんなめちゃめちゃ混んでないね。そうね、よかったね。ちょっと人いるなって感じだね。暑い。あのね、今日が友引きっていう日だから、午前中か午後じゃないと今日なんだから、だからちょっと今混んできた。それ昼前、今時間が駆け込み10時半だから、ちょっと飛び込みだから
人が混んできた、結構並んできたから、なるべく早めに来るか、めっちゃ遅くの方がいいかな、うん、気にしなければね、別にいいんだけど、まあゆっくりね。あと日傘いるね。日傘は必須です。エア日傘で意味ない。ね、これ何？タバコ？お賽銭。お賽銭なんだ。こんなもん、こんなとこでタバコ吸えるわけないやん。お前、なんでこんなとこでタバコ。こんなもん最悪やん、こんなとこでケボケボしてた。安産祈願でタバコなんかダメなのに、すいません。失礼な。ありがとうございます。行こう。はい。何？名前と何のお守りを買おうかと、住所と何区に住んでるかっていうのを書きます。あ、じゃあそれ絶対見せられないやつだね。そう。うん、で、あと派生のやつ、ことなんとか安産祈願。そう、安産祈願。あ、そっか。あの、子供受け取る祈願にしちゃダメだよ、思い切りできちゃうよ。安産祈願にした。一番でした。ああ、それでいいと思う。どうした。あの、一番左下のやつにしたら別だからね。ああ、でもこの一番の庭しかない。うん。じゃあこれ8000円と4000円とかって、そうは結構いい。うん、いいよ、1万2000円。いいよ。うん、高いね。いってらっしゃい。はい、ということでお参りをしてきました。どうでしたか？そうね、中がすごかった。豪華だった？いや、なんかもう妊婦さんばっかりじゃん。もうなんか私のイメージに勝手な、そうじゃないかもしれない、勝手なイメージも。ボンボンバカボンバカボンボン。ということで、今回の動画はこちらで終わりたいと思います。皆様最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いします。お願いします。